で、ちょうどこの増田行きで、鳥取方面向かえるんで、頑張ってどんどん向かっていきましょう。増田まではまあ問題なくける。でも増田から先が越津ですね。越津までは行けそうなんですけど、越津から先が19時以降、早くても19時以降でないと運転再開できないってなってるんですね。でそれにぴったし合うくらいに再開したとしても、そこから問題なくすんなり行ったとしても、普段通り行ったとしても、ギリギリ米子に今日のうちにギリギリつけるかどうか。仙崎行き、16時15分発なんですね。なるほど。わっ、ここ始発なんだ。一駅だけ行くんですね。へえ。で折り返してそのまま峰瀬の運用に入るのか。その後のやつは朝方面から来たやつがそのまま仙崎行きになるみたいですけどね。面白いですね。でこっちはそうで、ちなみにその運行停止になってるんで、特急を使ってとかっていうのも難しいみたいですね。ご乗車ありがとうございます。この列車は山陰本線松田行きワンマンカーです。始発駅の長野市では全線を発行していませんので、切符をお持ちでないお客様は運賃表をお確かめの上、運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。IC 乗車券はご利用いただけませんので、ご利用のお客様はお早めに運転士にお知らせください。降り口は一番前のドアです。発車までしばらくお待ちください。やってきましたよ。駅名称どこだ、向こうか。ってことで増田まで来ましたけどね、問題はこっからなんですよ。で通常やと15分後、新山口じゃなくてやね、出雲市方面、通常やったらこっから18時25分、15分後に出雲市ってあるんですけど、問題は今どこだっけ、出雲、伊豆から太田市の間がまだ再開してないらしいんですよね。これがどうなるのか。だから再開してないままだったら特急使うにもいけないんで、その辺りがどうなるのか、ちょっと駅一回出て確認してきないと何とも言えんですね。うん。で場合によってはもう最後のシナリオ、特急使えれば、逆に使えるのかどうかですよね。うん。一応何事もなければ通常運転やったらギリギリ米子までたどり着けるらしいんですけど、普通列車でももう本当23時40分とかの終電らしいですけどね。よいしょ、すごい作りやな。とりあえず一回改札出て見てみましょう。トイレして
車内でそんな汗はかかないのはいいんですけど、トイレ向こう？どこ？トイレどこ？ん？そこか。地上出雲市駅に15分ってなってるけど、大雨の影響により私運転見合わせてます。まだ見合わせのまんまなんだよな。どうなるだろうな。一応この辺りまでやったら自転車ホテルとかあるんですけど、問題は越で本当に足止め食らうといよいよどうにもならなくなっちゃうんですよね。そのこの山陽側と違って山陰側だと本当ちょっと場所が外れると、まずいつも使ってる満喫作戦は米子までたどり着かないと基本難しい。浜田まで行けば一軒あるらしいんですけどっていうようなレベルなんですよ。なんでとりあえず浜田までは行けるのか。え、これそうだよな。え、大田市越やから浜田は行けるはずなんか。もうそうか、18時か。いざとなるとシングル3500円。ああ、こんなビジネスホテルあるんだ。最悪こっちに戻ってきてここ泊まるからですから、そうするともう明日がまあ正直どうにもならなくなりますもんね。もうかなり頭痛えなっていう感じなんですけど、ちなみに真っ直ぐ駅あれね、山口線のね、この新山口駅で山口線見てましたけど、あれがここにやってくるんで、一応それで引用連絡もやってますよね。とりあえず行くか。一番乗り場出雲市行きはそこにやってくるみたいなんで、一応これで行けるのか見てみましょうか。あ、飲み物だけ押しとこう。とりあえずお茶加工して、ですっごいど素人な発言をするともう島根なんですね。そっか、増田はもう島根か。あ、お言っとった。行けるとこまで、どこまで行けるかな。強い出雲市行き、暗くなっちゃうんで、道中の映像ほとんどなしで。
来ますよ。